はい、こんにちは、ポロです、今日もですね、音声を聞いていただきありがとうございます、今日のテーマはですね、教育を意識して、記事を書くというですね、お話をしていきたいと思いますまあ、教育というふうに聞くとね、まあ、あんまりいいイメージを持たれないかと思うんですけども、まあ、教育というとですね、価値の教育を指しています。そういうなんかね、こう、まあ、あんまりネガティブな意味合いに捉えてほしくないんですけど、まあ、価値を正しく伝えるためのですね、まあ、プロセスみたいな風にね、考えてもらえばいいかなと思います。で、まあ、ブログのですね、まあ、メリットというか、特徴というか、はですね、まあ、読者とこう継続的に、まあ、信頼関係を構築できるっていうことなんですよね。例えばブログに似たものにアフィリエイトサイトっていうのがありますよね。アフィリエイトサイトっていうのは基本的にこう検索エンジンから来たお客さんがそこでまあ自分の、ね、知りたい情報を調べてでまあ去っていくっていうのがまあアフィリエイトサイトですよね。何か一つのテーマに対してまあサイトを作ってですね、例えばダイエットならダイエットでダイエットっていうメインテーマがあって、それに付随した細かいですね、情報を記事として投稿していくっていうのがアフィリエイトサイトと呼ばれるものなんですけど、アフィリサイトというのはですね、基本的にその読者との信頼関係の構築っていうのが、まあ、しにくいんですね。基本的にもう一元のお客さんばっかりだし、その読者の人たちもですね、継続してそのサイトを見るっていう、仕組みができてないんですよね。まあ、あなたも自分がですね、こうユーザーの立場になった時に考えてほしいんですけど、ブログっていうのは、まあ、基本的にこう永遠に更新され続けるものなので、まあ、継続的に読むと思うんですよ。自分のまあお気に入りの人のブログとか、例えば芸能人とかね、まあブログを更新したら、まあ、その都度ですね、記事を読みに行くようなことをすると思うんですけど、アフィリエイトサイトですよね。そういうものをじゃあこう頻繁に継続して読んでるかって言われたら、まあ、おそらくほとんどの人は読んでないと思うんですよね。自分に必要な部分だけ見て、あとはもう、読まないとか、記事が更新されるたびにそのサイトを訪れて、読むようなことはないと思うんですよね。これがまあブログとアフィリサイトの大きく違うところで、ブログっていうのは継続的にこう読者が読んでくれるので、信頼関係の構築がしやすいんですね。逆にこうアフィリサイトっていうのはこう完成形があるんですよ。だからサイトが完成してしまったらそこからもう一切記事を投稿しなくなるわけですよね。そうするとそういうふうにですね、こう継続的に、まあ、読者が記事を読み続けるっていうような仕組みになってないですよね、うん、だからそもそもこの2つはですね、役割とか、そういうものが全く違うんですけど、ブログは、そのようにですね、こう継続的に読者が読んでくれるので、まあ、非常に信頼関係の構築がしやすいんですよね、うん、でこれはどういうことかっていうとですね、まあこの特性を生かして例えば商品のですね、成約率を上げたりっていうことができるんですよ。まあメルマガとかで一般的にやられている手法を、まあ、ブログに応用することもできるところですね。もちろんその効果を最大化したいんであればメルマガで行うべきですけど、例えばメルマガを持っていない人とかはもうブログ上で、同じことをやるっていうことなんですよね。で、まあ教育、この、価値の教育ですね、これについてちょっともうちょっと詳しく話していきたいと思うんですけど、例えばあなたが売りたい商品があるとしますよね。まあ何でもいいですけど、例えば英会話教材を売りたいとします。その時にほとんどのですね、このブログを運営している人たちというのは1記事だけで売ろうとするんですよね。1記事だけで、例えばじゃあ何かね、こう英会話教材を売りたいとしたら、その英会話教材に関する情報をですね、一つの記事にまとめて、それで投稿して売ろうとします。当たり前じゃんってね、思ったかもしれないですけど、もちろんね、その1ページに全ての、ね、情報をまとめてっていうのはすごく大事なんですけど、これだけだと教育のプロセスが
できてないんですよね。うん、だからこう、まあ、制約率がなかなか上がりづらかったりとかっていうことなんですよね。でどういうふうにするかっていうと、複数の記事に分けてその価値の教育をしていくわけですよね。これはもちろんですね、その継続読書にしか有効じゃない手法なので、一元でやってきた読者に対しては全く使えないんですけど、例えばあなたのブログをですね、もう毎日のようにこう繰り返し読んでくれる読者がいるとするじゃないですか。その場合に、じゃあ例えば英会話教材を売りたいとしたら、こういきなり販売をするんじゃなくて、いかにですねこの英会話教材というものが必要なのかっていうことを複数の記事に分けて投稿するわけですね。例えば一つの記事は、自分がねこう英会話ができなくてすごく困りましたみたいな記事をまず投稿するわけですよ。で次に、じゃあ2つ目の記事で、会話をマスターするとこんなメリットがありますとかねっていう記事を、書いたりとか、で3つ目の、記事で、じゃあ事例ですよね、実際に英会話をマスターしてこういう風なね理想世界を手に入れた人がいますとか、もしくは自分がそうですっていう感じで記事を書いていくわけです。そうすると、その全ての記事を読むことによって、お客さんがですね、いかに英会話というものが必要なのかっていうことが、こう価値が教育されていくわけですね。だからより一層ですね、そのもう最終的に販売のページにたどり着いた頃には、もう英会話教材の必要性を十分理解した状態で読んでいるということです。だから全くですね、そういうプロセスを踏まずに販売をした場合と、複数の記事に分けていかにですね、その英会話教材を、まあ、購入する、で英会話を学ぶことが必要なのかっていうことをですね、伝えてた状態で販売するのとでは、やっぱり全然その、購入率が違うわけですよね。うん、だからブログはそれができるんですよ。特にこう継続読者が、いる場合っていうのは、そのような形で自分の売りたい商品があって、そこから逆算して、じゃあどういうような情報を伝えていけばいいのかっていうのはある程度ですね、まあ、分かるじゃないですか。そのいかにその商品が必要なのかっていうことを、複数の記事に分けて伝えていくわけですよね。そうすることによって、もうその販売ページにたどり着いた頃には、もうお客さんが欲しいっていう状態がね出来上がっているので、売れやすくなるっていうシステム。これはまあメルマガでね、一般的に、よく使われる手法なんですけど、価値の教育っていうのは、まあ、それはですねブログにもできなくはないんですよね。ちょっと効果が低くなってしまうんで、できればメルマガでやるのが一番いいんですけど、ブログでもそういった手法が取れるので、一つのページにそういう価値の教育とかも全部詰め込むと、もう情報量が多くなりすぎて、逆にねもう全部読んでもらえずに離脱されてしまったりとかっていう部分があるので、普段からこうお客さんにですね、教育をしておくわけですよね。例えば僕のケースなんかで言うと、僕はこう普段から自分のブログで、まあ、自分の商品を持つっていうことの重要性をですね伝えているわけですよね。自分の商品を持ったらこういうメリットがありますよとか、もしくはね他人の商品をアフィリートするだけだといろんなねこういうデメリットがありますとかっていうふうに伝えておくと、お客さんは、ああそうなんだ、お客さんというか、まあ、読者さんですね、読者さんは、ああそうなんだっていうふうに思うわけですよ。そうすると、ああ自分でも商品を持った方がいいのかなっていうふうに思ってもらえるわけですよね。まあ、僕はそういうふうな、人たちをこうなんでしょうね、増やしていきたいというふうに思ってるんで、そういった形で何度もですね価値の教育をしているわけです。一つの記事でいかにねこう自分の商品を持つことが重要なんですよっていうことを伝えるだけじゃなくて、何回かに分けて、もちろん連続しなくてもいいですよ。販売ページが、ね、ない場合っていうのは別に連続しなくても、今日投稿してた例えば来週にまたね別の角度からその価値の教育をするとかっていうのでもいいんですけど、例えば何か商品を売りたいのであれば、まあ、そこから逆算して、まあ、3記事とか5記事遡っていかにそのことが重要なのかっていうことを、順番に伝えていくっていうのがね、非常に、まあ、有効というかね、制約率を上げるポイントになるんで、まあ、アフィリサイトではそういうことはできないんですよね。基本的に一元のお客さんで、お客さんっていうのは、まあ、複数のページをねなかなかこう
繰り返し読んでくれるね、訪問してくれるっていうことがあんまりないので、これはまあブログだからこそできる、まあ、メリットだと思うんで、もちろんそのね、すべての継続読者の人が全部の記事を読んでくれてるわけじゃないんで、まあ、ある程度その辺もね、意識しながら記事を書かないと、いきなりなんかこう途中から読んだ人がね、話が全くついていけないとかっていう状態になったら、それはそれで問題なので、まあ、その辺も意識しながら、記事を書いていくってことが大事なんですけど、ちょっとね、何か商品を売りたいなみたいなことがあったら、そのようにこう価値の教育を意識しながら、普段のブログ記事からその商品の重要性みたいなことを、まあ、こう案に伝えておくみたいな、ね、感じで、もちろん最初から売り込み書を出すわけじゃないんですよ。最初はただ単純にその必要性を、まあ、伝えるだけみたいな感じで記事を書いておくと、もうお客さんが、ね、仕上がった状態で販売ページに来るので、まあ、ぜひ、ね、試してもらえればと思います。はい、では今日の音声は以上になります。最後まで聞いていただきありがとうございました。アポロでした。